羽生結弦、その名は世界的なフィギュアスケーターとしてだけでなく、人々の心に深い感動を刻み込んだ存在だ。そして彼の元妻でありバイオリニスト末延浅裕子もまた、その光り輝く軌跡に続く一部だ。しかし運命は時に予期せぬ道を歩ませる。彼らがまるで運命のおどけれかのように同じ日に公演を行うという事実は、多くの関係者を困惑させている。羽生結弦の名を冠したアイスショー NOTTSTELLATA2024 が開催された。そのテーマは被災地に希望を届けるというもの。彼の演技は暗闇に閉ざされた会場に星の光を届けるかのような存在だった。そして彼の地元での凱旋公演が決定し、ファンの期待が高まる中、異変が起こる。一方、羽生の元妻である末延浅裕子も音楽の世界で再び輝きを取り戻していた。離婚後、彼女はバイオリニストとしての活動を再開し、積極的に仕事を増やしていった。しかし、彼女の活動が羽生の公演と衝突することになるとは誰も予測していなかった。羽生結弦の追加公演と末延浅裕子のディナーショーが同じ日程になったことで、関係者は混乱に陥った。ファンからは、なぜ同じ日に、という声が上がり、その影響で末延のディナーショーが中止に追い込まれるのではないかとの憶測が広がった。しかし、実際には末延のディナーショーは開催され、大きな反響を呼んだ。羽生結弦と末延浅裕子、かつて結ばれた絆が今、彼らを異なる道へと導いている。しかし、それぞれが自らの道を歩み始めた今、彼らの物語は新たな章を迎えようとしている。果たして、彼らは再び交差する運命にあるのか、それともそれぞれが独自の軌道を描くのか。その行方に、世界中の人々の注目が集まることは間違いないだろう。羽生結弦と末延浅裕子の物語は、まるで宇宙の彗星のように輝き、人々の心を打つ。彼らの衝突する軌跡は、未来への希望と勇気を与えてくれる。そして、その軌跡が私たちに教えてくれることは、たとえ運命が交錯しようとも、それぞれが自らの道を切り開き、輝き続けることができるということだ。